さんこんにちは。ビーリジェンド管理栄養士のぬのめです。今日も話題に沿ったものを管理栄養士目線でコンビニにお使いに行ってきたいと思います。今日のテーマお願いします。はい、今日のテーマは300円以内で5月病に効果的な食べ物になります。5月病あんま最近ないですけど、社会人1年目はなりましたね。本当に5月病ってあるんだと思いました。懐かしいです。今はタフになりました。それでは早速買っていきたいと思います。行ってきます。それでは買ってきました。そもそも5月病なんですけれども、まあ、症状としてよく言われるのが無気力だったり不安感とか抑うつ、焦り、疲労感とか不眠症、食欲不振とかですかね。こういったことが5月病に当てはまるかと思います。例えば新しく4月から働き始めた人とか、親元離れて一人暮らしを始めた人とかって、4月ってすごく、まあ、緊張した時間を過ごすと思うんですね。で、新しい環境にも慣れなきゃっていうところ でそこで、まあ、ゴールデンウィークでちょっとお休みが入ってゆっくりして、でその明けっていうところでやっぱ5月病って本当になりやすいのかなって思います、自分の体験として。はい、今日はですね、5月病に効く、ちょっとでも予防できる食べ物というところで選んできたんですけれども、テーマは幸せホルモンのセロトニンです。セロトニンを分泌させるために必要な栄養素が多く含まれている食べ物を選んできました。まず一つ目がですね、まあ、よく言ってますけれども、トリプトファンですね。タンパク質の中の必須アミノ酸と言われる、食事でしか取れない、体内で合成できないアミノ酸、トリプトファンなんですけれども、トリプトファンは、セロトニンを作るのに必要な材料になります。そのトリプトファンが多く含まれている食べ物は、スルメを選んでみました。おつまみとかで食べれるスルメですね。はい、まあ、スルメもね、あのタンパク質が豊富ですので、トリプトファンもしっかり入っています。そして咀嚼をすることもセロトニンを作るのにいいと言われているので、スルメを選んでみました。では2つ目ですね。セロトニンはトリプトファンが作られるってよく聞くと思うんですけれども、それ以外にも材料が必要でして、そのうちの1つがですね、ビタミン B6 になります。ビタミン B6 が多く入っている食べ物を選んできたんですが、ピスタチオを選びました。ナッツ類に多く入っているって言われるんですけれども、まあ、その中でもピスタチオ多く入っているので選んでみました。ではですね、最後3つ目ですね。セロトニンを作る材料の3つ目は炭水化物です。今回炭水化物が多く含まれているものとして選んだのが干し芋になります。さつまいもですのでね、炭水化物が多く含まれている食べ物になるかと思います。今回ですね、この3つはどれも手軽に作業しながらでも食べれたりとかするものっていうコンセプトでちょっと選んでみました。で、価格なんですけれども、干し芋が消費税込みで200円ぐらい、ピスタチオとスルメもそれぞれ300円ぐらいで買えますので、こういったものを食べることでちょっとでも不安が解消されるよっていうふうに思って食べると、それもすごくリラックスできる一つかと思いますので、選んでいただければと思います。あとはですね、朝起きた時に日光を浴びることでもセロトニンって作られますので、ちゃんと朝起きたらカーテンを開けて日光を浴びて、そして朝食をしっかり食べる、これも5月病の予防に効果的かと思いますので、ぜひお試しいただければと思います。皆さんリクエストありましたら、コメント欄の方にお題書き込んでいただきましたら、私が、それをコンビニで探してきますので、ぜひコメントの方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。